東日本大震災東日本大震災による各種施設の被害津波で被災した南三陸町防災対策庁舎東京タワーの曲がったアンテナ福島第一原子力発電所東日本大震災による各種施設の被害では東日本大震災によって各種施設に生じた被害の事例について記す2011年6月24日内閣府は 被害が甚大であり、その時点で全体像の把握はできないもののストックの推計被害額を復旧と復興の議論の参考に資するためとして発表した。なおこの推計には福島第一原子力発電所事故による被害額は含まれない。国土交通省による阪神・淡路大震災の推計被害額は約9兆6000億円である。岩手県から 千葉県までの太平洋岸では、生油所や多くの工場が被災し、産業界にも幅広く影響が出ている。炎上する、生油所観光庁施設については、東北、関東、北海道、中部で、計370施設が被害を受けた。被害総額については、集計がない。主要な施設の被害は、以下の通り。本心で、 ホールの天井が崩落したり、建物が倒壊、損壊する被害が、東北地方と関東地方の広い範囲で発生した。震災が発生したのは、年度末の卒業式や就業式が行われる時期にあたったが、震災の被害によって、元の校舎で次年度を迎えることができなかった学校も多くあった。詳細は、各学校の記事を参照。宮城県、岩手県、 福島県の33の災害拠点病院のうち31病院が一部損壊の被害を受けた。また、震災を契機に全国的に耐震診断や老朽化した病院の建て替え、耐震化工事が加速した。地震によりスロープが崩落したコストコ玉境倉庫店、商業施設の建物被害については各市町村や 各企業単位以上の集計が行われなかったため、被害の全容は不明で終わっている。政府発表としては、平成23年7月14日付で、内閣府が被災地にある総合スーパーの約3割、コンビニ店舗の4割強が震災により、営業停止したと発表したに止まる。それぞれの商業施設の被害状況は以下の通り、 日本動物園水族館協会の発表では14の動物園、水族館で被害があったと発表した。この集計に含まれていないものも含め主な被害状況は以下の通り。テーマパーク、総合レジャー施設、遊園地の主な被害は以下の通り。公共ホールと同様に映画館、シネマコンプレックスでも 天井の崩落や建物の損傷が東北と関東の各地で数多く発生した。宮城県内では5月時点でも復帰の見通しが立っていない施設が多かった。関東では被害が警備である施設は修繕工事を経ておおむね4月中までに再開したが、茨城県内のシネマコンプレックス、千葉県人材市にあるシネリーブル千葉ニュータウンなどが甚大な被害を受け、 復旧、再開まで長期間を要する見通しとなった。土台を残して消失した六角堂噴砂によってせき止められた小野川湖の震災は東北太平洋岸や関東東部の科学、研究施設や実験施設にも大きな影響を与えた。小野川の崩壊箇所、後に建物とスロープの構造の違いにより揺れが 強度不足の接合部に集中してちぎれたことが崩落の原因と判明。設計担当の建築士、管理した建築設計事務所が業務上過失致死傷容疑で送検される。その後運営していた映画会社日活と業務提携を行っていた東京テアトルの2社が同館の経営から撤退。同年7月より、 シネマックスを経営している千葉工業株式会社に事業譲とされ、シネマックス千葉ニュータウンとして再開。その後2015年に US シネマ千葉ニュータウンと解消し、現在に至る。ありがとうございます。